俺の名前はヤン・アービス・アルフレド・ソラーテ。一昨年のシーズン途中、阪神タイガースに入団し、来日初試合で特大ホームランを放つなど大活躍。セクシータイムというあだ名でファンからも大人気だったんだが、その後は不調が続いて二軍降格。そこから、まあいろいろあって退団しちまったぜ。って、ん？なんだこれ。面白そうだな。ちょっと見てやるか。どうも、サバカンです。ということで、今回の企画は、もしもソラーテ選手が2020シーズンも残留していたらということでね、まあ、前回ロサリオさんがもし残留していたらっていう動画作ったんですけども、それのソラーテ選手バージョンっていう感じでね、まあ、今回もプロスピでソラーテ選手を阪神に入団させて、で、ペナント1年間をね、まあ、大体5回ぐらい回してどんな成績になるのかなということを見ていこうという動画でございます。ということで、早速行ってみましょう。やったー！はい、ということで1年目やっていきたいなと思うんですけども、1年目はね、ファースト5番でちょっと固定してやっていきたいなと思います。で、まあいつものように開幕戦だけちょっと見て、でそこから5年飛ばしてみたいなと思います。さあ、見ていきましょう、開幕戦。この大山の横にソラーテ、梅ちゃんっていうこの並びすごいですね。さあ2回の表、先頭バッターが、これがソラーテ選手2020年の初打席ですね。初球ボール。低めの球、アウトコース決まる。低めの変化球は、スリーワン。少し変化しました。フルカウント。さあ6球目、見逃し三振。2020シーズン初打席は見逃し三振ですね。さあ2打席目、まあ前の打席はいいリードでしたよね。9球目、外の変化、この外外れてボアウトコース。さあこの打席もフルカウントまで来ましたね。2打席連続見逃し三振、マジっすか。ちょっとさすがに打っていただきたい。っていうかもう点がねえぐいことになってんすけど、まあまあ関係なくやっていきましょう。おお初ヒットでございます。2020年シーズン初ヒットがタイムリーツーベースかな、タイムリーヒットですね。いや素晴らしい素晴らしい。ソラーテ選手2020初ヒットはタイムリーになりましたね。さあ4打席目、まあ、さっきのねヒットの感覚でちょっとまあマルチいってほしいんですけども、さあこれは抜けないか、ショートが取ってショートの守備範囲でしたね。まあおそらくこれで終わりですね。今日はタイムリーの1個だけっていう感じですかね。はい、ということで負けてしまいました。めっちゃ悲しい、矢野監督めっちゃかわいそう。はい、ということで全日程スキップいたしました。まあ順位としては4位なんですけど、まあこれは関係なくね、ソラーテ選手の成績見る企画ですから、はい、見ていきましょう。さあということで見ていきたいと思います。こちら、おお、チーム内で打率1位ですけど2割6分1厘。これ周りのレベルが低ないですか。さすがに近本選手も2割5分、大山さんもサンズ選手も2割5分、糸井さんが2割3分、木浪選手1割9分6厘ですよ。こんな、これ本物の木浪さんですか。さあホームランも見ていきましょうか。ホームランが24本か。で大山ちゃんが30本超えてんのもちょっとあれなんですけど、結構嬉しいんですけど、まあ打点もまあ81、チーム2、 OPS も787ですね。 OPS もまあでもレギュラーレベルかな。まあでもソラーテさん単体で考えれば、まあ想像してた以上の成績ですよね。まあ一応タイトル見ていきたいなと思います。近本選手が盗塁王、スワレス選手が最多セーブですね。ベストナインもまあ上野選手だっけ、ゴールデングラブも近本選手取ってますね。ということでリセットいたしまして、2周目回していこうかなと思うんですけども、2周目はね2番ショートでちょっと1年間回していきたいなと思います。はい、スキップ終了いたしました。また4位ですね。はい、まあ順位はどうでもいいんですけども、ソラーテ選手の成績見ていきましょう。じゃあいきます。はい、こちらソラーテ選手は2割5分3厘でチーム5位、1位が糸井さん3割超えてますね。ホームランもちょっと見ていきましょうか。ホームランが19本、まあ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 、サンズが40本打ってるのもちょっと気になるけど、で打点は56打点、ちょっと
っと減りましたね打点は。まあでも2番だったんでこれはまあ仕方ないですかね。うん、これはまあ2番だったんでまあこれは仕方ない。まあ一応タイトルを見ていきましょうか。糸井さんが首位打者、サンズさんがホームラン王、盗塁王が近本選手で、西さんが勝率1位、最多セーブスワちゃん、最優秀中継ぎ岩崎さん、こんだけ取ってて4位っすか、マジで。さあ他も見ていきましょう。ベストナインが西さんだけで、ゴールデングラブが近本さんだけで、月間 MVP がお7月ソラーテ選手3割9分1厘5本12打点で取ってますね。やっぱね一昨年来た時も7月でしたし、7月に強いのかもしれない。はい、ということで3週目はですね、3番セカンドソラーテでちょっと始めてみたいなと思います。ということで行ってみましょう。スキップいたしました。皆さんご覧の通りまた4位でございますね。まあ成績見ていきましょう。さあ行きます。お2割9分5厘チームトップの首位打者ですね、チーム内で。安打も最多安打、ホームランが30本打ってますね。2割9分5厘で30本で、大山ちゃんが40本打ってんのがめちゃくちゃ嬉しいですね。で打点が100打点102打点ですね。2割9分5厘30本102打点やばいっすね。さすがに今回はタイトルなんか取れてそうなんですけど、大山選手ホームラン王で、近本選手盗塁王だけっすね。まあここら辺はちょっと安定っすね。でベスト9がおベスト9受賞おめでとうございます。ソラーテ選手がセカンドでベスト9。いやまあさすがにね、30本100打点で3割近く打ってたらベスト9じゃないんすかね。これはすごいっすね、ついに阪神から。でまあゴールデングラブはまあさすがにないっすね、ここはもう菊池選手が。で月間 MVP もないっすかね。この投手部門すごいっすね。大野雄大菅野M1 みたいになってますね。大野雄大みたいな感じで。4年目は5番サードでちょっと固定してね、出そうかなと思います。まあセカンドハマったんでちょっと期待ですね。はい、ということでスキップいたしました。まあ順位はちょっと最下位なんですけど、まあちょっと成績の方見ていきましょう。さあ見ていきましょう。2割2分6厘ですか。まあさっきちょっとね良すぎたっていうのもあるんですけど、ホームラン見ていきましょうか。あーホームランも20本、これはまあまあまあ、でもホームランで見たらいいのかなと思うんですけど、486打数しか経ってないので、うん、前回439打数やったんでちょっと打数が少ないですね。あ、打点も75、まあまあ全然いいんですけど、75打点でもね、ちょっと率があんまり残せなかったって感じかな、4年目は。さあタイトル見ていきましょう。あーまあさすがの最下位だけあって何も取れてないんですね。ベスト9もまあ何もない。巨人勢がえぐいな。ゴールデングラブ、あこの近本と梅のコンビが取ってますね。手加減全開。5回目最後はもう唯一やってなかったレフトで、で3番レフトソラーテでちょっとねやっていきたいなと思います。はい、ということでスキップ終わりました。まあ結局ね全部4位か5位か最下位やったんですけども、まあ成績見ていきましょう。さあ行きましょう。おー2割3分7厘、まあ、さっきよりちょっとマシなってますけど、ちょっとやっぱレフトは難しかったですかね。打数もまあ500打数いってないですし、ホームランが18本過去最低、打点は73、打点はちょっと安定してますね。まあさっきとあんまり変わらずということで、 OPS も712ということで、まあまあまあですかね。でタイトルが大山さん41本でホームラン王で、盗塁王が近本さん、またこの2人ですね。でベスト9が大山さんと梅野選手で、ゴールデングラブもまた梅野選手と近本選手ですね。ここ安定ですね。で月間 MVP が大山さんと近本さん、ここ2つ取ってますね。いや大山選手すごい、13本打ってる4月で。はい、ということで5周回した結果はこちらです。まあね、一昨年の打率が1割8分8厘でしたから、ちょっと僕は想像以上の結果でしたね。ということで、もしちょっとでもね面白いと思っていただけたら、いいね感覚でチャンネル登録よろしくお願いします。ということでご視聴ありがとうございました。さようなら。なんかただのゲームだけどやる気出てきたぜ。その後彼はマイナーリーグに挑戦するも、去年の8月に自由契約となり、現在は新たなプレー先を探している。彼の挑戦はまだまだ終わらない。